はいどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はね、これです。大盛りの豚肉、そしてしめじ、味付けはなんとかじゃん、なんとかじゃんとか醤油とか、まあいろいろです。いただきます。うん、うん、うん、美味しいね。うん、ああ、あっつい。生姜も入れてみた。うん、美味しいね。濃いめの味付けで、な、いいね。うん、やっぱり肉は元気が出るね。あ、ほんとちょっと辛いの、うん、ああ、やっぱりキノコも美味しいしね。うん、これ一年中キノコも美味しいね。どうやって作ってんだろうか。秋とかではなく、もう一年中だからキノコも。あ、くだ。ああ。あが。あっちゃ、飲んじゃおっかな。はい、和膳、和食の生ビール和膳サントリー。これ本当はね、後で別でやろうかなと思ったのとは。いただきます。ああ、ああ、おお、おお、これ美味しいね。美味しい。天然水 100% だからね。もう暑くてさ、ビールも美味しい時期になってきました、季節に。ずっとさ、辛い食べ物とさ、あっか、最高じゃない、これからね。え、別に、まあ正直年中美味しいんだけどさ、うん、ああ、やばい、やっぱりね、帰ってきてからね、そのまま寝ちゃおうかなとか思うんだけど、あ、やっぱ我慢できないんだよね。じゃないとなっつってね、やっぱ食べてからじゃないとな。スーパーなんか行くとさ、
ぱ買っちゃうんだよね、美味しそうな食材がさ売っていると。もう我慢できなくて想像しちゃうんだよ、これをこうやってこうやって作ったら美味しいだろうなっつってねえ、こうやってやったらああ美味しい美味しいだろうな、食べたいなっつって、あーあーごめんなさい、もう鼻水出ちゃってそういうの想像しちゃうとね、買い物止められないね、うん、うん、おいしいね、だからスーパーなんか楽しいもんね、うん、なんか別に用事もないのにちょっと覗いてみようかなっつって行ったのも買っちゃうしね、うん、もうポイントがどんどん貯まっちゃう、大変よ大変よっつって、まあいいことだな、ね、途中からこれ先生にほらもう最後の方に差し掛かると先生に登場してもらわないわけにはいかないから、もうちょっと登場していただいて、ああ技も美味しいね、うん、ああこれです、最高っす、本当に最高っす、これがまたほらね、ほらね、美味しいに決まってんだよ、美味しいに決まってんの、やっぱりマヨネーズ先生がこう入ると閉まるね、本当に包み込むね、完璧だ、本当に完璧、うん、ご飯もね、お役所さんが一生懸命作ってくれた、お米だから一粒残さずに食べたきゃダメだよって教えてもらった、子供の頃にね、今でもずっと守ってるよ、うん、だからねこの体型が維持されてるわけですよ、ありがとう、うん、ああ、ああ、あ、これこれごちそうさま、美味しかった、いやちょっと今日贅沢だなこれな、あんなにいっぱい肉が入ってさ、この和膳なんか飲んでさ、あれもこれも美味しかったです、ごちそうさまでした。